お疲れ様だったす。今日ですね、こちら、こやこやミラーやっていきたいと思います。ということでね、ちょっと前に緊急バランス調整でクエイクのね、下方が来たということで、まあ、こやこやとかに対してのダメージは変わんないんですけど、単純にタワーに対してダメージが減って、削りがね、弱くなったっていうので、結構減ったと思いますね、クエイクが。そう、なので、まあ、こやこやもね、ちょっとずつ、僕が増やしていこうかな、っていうことで、今日、こやこやミラーやっていきたいと思います。でまあなんか前までマザネクだったのが未来になっただけかな。はい、あとは何も変わってないです。さあよろしく、ジジギギよろしく。でまあマザネク減ったんで対空減ったような気もするんですけども、まあ小屋ゴブ小屋でもオーブンでも、まあ、あとホバでもミラーでね増やせるんで、まあそういった意味ではなんだろうな、まあ、万能な対空をその時にね埋めばいいかなっていう。あーめんどくさーい、ちょっと待って。いや、これは、もうちょっと対応早ければオーブンでもよかったんですけどね。さあ、スケブディガー。いやー、しかもウッド2枚咲くっていう、もう緊急事態ですよ、もう。バレてる。いや、なんか、サイクル合わんすね、なかなか。ユーノの、スケブのディガーね。まあ、普通じゃないってことを分かっとけばいいか。あ、これでも結構入るんですよね、消えると。さあ、エリババ壊れ。まあ、壊れほどでもないけど強いよね。まあ、これスキュットでいいんじゃない？スキル使ってるんでね。消えられないんでね。危ねえ。ギリ2周目もあるんだ。さあ、来ました。スパーキーです。で、まあ、スパーキーに対しては、まあ、オーブンの方がいいかな。飛んでくれるんですよ、こうやって。そう。で、結構ダメージ稼げるんで、飛べや。さっきの俺の嘘になるやん。全然飛ばない。全然飛ばんかったわ、さあまあ。おー、すごい。なるほどね。ちょっと待って、小屋に撃たないどし。いや、ガチで。いや、でも槍が？君たちなら頑張れる。もしかして、槍だけで頑張れる。いや、槍めっちゃ頑張ってる。おー、言うのやめろ。おい、めっちゃ頑張ってんじゃん。さあ、気づけば、右サイドがおります。小屋小屋のね、宿命というかもう、小屋小屋だからこその、気づけば相手のタワーがもうないっていう。いやーいいね。さあで今回の相手がもうどうやったら損敵になるんちゅう。よいしょ。こやこや。いやそれ俺。バルーンスパーキーディガーっちゅう、まあやばいっすね。こういう相手にも、まあ一旦冷静に小屋置いていこうか。やっぱ小屋置いとくの大事っすからね、結局ね。さあでまあホバと、まあもう一個ファイボでもいいんだけど、もう一個小屋にして確実にね釣っていこう。ぶっちゃけもう守れば470ってね、僕の呪文圏内なんですよ。なぜかって、ファイボミラーがあるんです。ファイボミラーでも勝てちゃうんですよね、ここ。よいしょ。さあで、相手なんかオーブンに苦しんでますね。まあ一応ファイブっとくか、これ。いや、強い。なんならもう一回ファイブあるんだね、僕。バルーン来ても、緊急ね、回避できるよっちゅう。いいね。いいんちゃう？さあ、ゴブ小屋置いて、で、逆サイバルに来ても、もう一個ね、積み立て。積み立てればいいっていう。さあ、積み立てて、小屋置いて、なんならオーブンもほぼ回るよ。地獄。バルーン一個も取んねえっちゅう。さあ、ちなみにウッドファイブの圏内かな？はいないっす。で、届かなくても、まあ、もう一回ファイブあるんで、まあ、ファイボウッドで、まあ、5、600ぐらいはね、全然削れるかなっていう感じかな。いいね。なんかこう、やっぱ相手に中型呪文ですね。ファイボとかポイズンとか、まあ、特にクエイクがなかった時に、無双できますね。まあ、もし、コギコッコーさんお願いします。クエイク引いたら、まあ、小屋小屋をね、削ってくる、毎回逆に、交互に置いて、か、まあ、おかずにも、なんだろう、ホバとか、エリババで頑張るっていう感じかな。さあ、ユーのゴーストなんで、まあ普通はペッカ工場か、最近だと三重士、神技とかも、スリーマスケティアですね。来ました。いやマジでエリポンミラーなー、本当に嫌いなんですよね。こんなことしてる僕が言うのもなんなんですけど、いや、これ三重士がさ、チュチュチュンって出てこないですね。これもう低コストで回してくるやつやん。飛ぶな、そこで。いやーね、早いんすよ、回転が、これ。そう、もう、ポトンとか言うて置かれちゃいますよ、これ。
いや、そうなんですよね。これがな、まあ、三重心の強みですよね。回転が速い。そうなんで、こういうところで、シャシャって、ファイブ打つと、逆サイエリバブロックスで、ピューンとか来て、しばかれます。まあ、打ちたいんですけどね。どうしようかな。なんか、オーブンミラーは、まだね、温存しておいた方がいい気がするんですよ。その、やっぱバレると、ね、ファイブミラーで三重心美味しくいただけないみたいなこともあるから、だから、アイグル入ってる。あ、これ相手ミラー入ってねえわ。これ、俺と、なんか三重心、まあ、エリポンミラーの方ともう一個の方があって、そのエリポンミラーじゃないアイゴレが入ってる方っすね。そう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 。まあ、エリポンが強いんですけどね、結局。やばい、これ、痛い。危ない。さあ、どうしようかな。ちょ、オーブンで。オーブンで頑張ってもらおう。いや、回復すんな、回復すんな。さあ、で、これ結局、まあ、すごい苦しいんですけど、もう、ね、芋ってですよ。しっかりね。引きこもり大事。いやー、で、あれもう5打っちゃっていいな。あー、打っちゃうと、エリポン置いてくるやつね。うまいね。彼うまいです、皆さん。やばいです。さあ、耐える。まあ、でも、僕すごい押されてるように見えて勝ってるんだよね別に小屋で今んとこ勝ってるんだね別に。うん、そう、このだってやりこぶ相手絶対処理できないんだね。ゴーストがもう暴れない限り。さあ、いや一生飛んでんな、いいな。でさ、ファイブ打って、確実にね、確実に打ってこう。でこっちはもう低めエリババでね、全部しっかり受けてあげて、いいね、これよ、もう小屋の鉄則、芋。陰キャにしか使えません、このデッキ。よいしょー。で、ここで初登場、エリババミラー。あんましたくなかったですけどね。さあ、ヒースピが、いや、うまい。ちょっと待って、ヒースピやばい。これ待って、結構やばい。あ、で、この言うのは、助かります。許容です。同性だったら渋かったですけど、さあ、男の許容して、一旦落ち着こうか。おい。さあ、タイブレイクで行くと勝てそうですね。なんでまあ、それまで祈れるかどうかっすね。エリババ大事っすね。エリババガチで強いからな。あ、相手も一回こう冷静にね、置いてきましたね。さあまあ、ここはエリババ強いんで、しばいてもらって。まあ、あとはこの小屋のちまちまダメージでね、もう僕守れば勝てるんですよ。そう。僕が守れたら僕の勝ち。守れなかったら僕の負けっていう、ただそれだけ。単純。僕美味しい。美味しいとか言っちゃって。いや、でもこのさ、アイゴレのパフダメージ狙いなんすよね、多分この人。さあ、これで、あと50秒耐えろ、俺。耐えたら勝てるぞ。耐えたら勝てるぞ。耐えてけ。お、固めてくる。さあ、これは、何を誘ってんだ？何を誘ってるかわかんないけど、さすがに5打つ。あーで、やばい。実はこっちみたいな。おー。さあ、タイブレイクやばいですね。ちょっとホバリング、端前圧かけちゃう。ホバうざいよ。ホバうざいよ。ホバうざい。ホバうざい。ホバ飛んでけ、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 飛んでけ。ちなみに呪文で、いや、左が勝ってんの。左が勝ってる。一応ファイブっとか。一応ファイブって。なんだろう、フォーバーが、うーい、さあ入ってく。さあ、グッドゲームです。グッドゲームなるか、これは。まあ、小屋ね。小屋ね。もうこういうエリポンデッキとかには強いですね。まあ、エリポン入ってるデッキって基本呪文がやっぱあんま入ってないので、小屋が残るよねっていうので。ナイスインキャン！まあ、やっぱ引きこもりは大事ですよ。結局ね。ふふ。普段、引きこもってる僕とかにしかこういうのは使えないんで、皆さん気をつけてくださいね。まあ、引きこもらな方にはすごいおすすめですね。さあ、最強陰キャデッキです。陰キャしていこう。あー、オーブンミラー個人的にめっちゃ強いです。オーブンって、ファイスピーのさ、一発が、もういつかわかんないんだけど、強化された時からね、ダメージが結構高いんすよね。これ。見ていけばわかるんですけど、あ、これ泣いてもいいっすね。いやー、これに関しては、あ、
泣いた方がいいですね。えぐい。まあ、でも言うてこれでダメージトントンならは救い。キョロイミラーかなー。いやーそうですね。あでもなんかいいタギがいい。さあキョロイクエイクのミラー型ってことで、まあ、ザッピーハンターのミラー。いやだからこやこやを真ん中置くと今みたいにクエイクで一生削られる。なんで左下に置いていきたいですね。でこの瞬間に単体ロイの可能性がある。こうするとね相手のクエイクがこう交互に交互に削られてない方に打たないといけないんで、相手からしたらちょっと打ちにくいっていう。いやー打ちにくいとか関係ないんですね。打ってくる。でここでもう一回オーブン置くとやつが来ます。やつが来るんですけど、ここにミラーを使わせます。ほらそうするともう一個いっちゃう。おかわりおかわり。さあおかわりロワイヤル。まあ施設3つあるんだね。クエイク3つ打ってみろよっちゅう。まあそんなこと言ってると多分ボコされる。いやー普通にロイで壊しに来たっすね。まあでも意外と相手はエリババの受けがきつい説があるっすね。いやこれだってさ多分ボコボコにできねえかな。いっちゃいっちゃいっちゃい。なんならついでにさタワー一発も殴ってこい。ついでに一発だけかすめてこい。お前優秀ナイス通り魔野郎ですね。さあで小屋はまあこれ両サイ一緒ぐらい削られてたらね、まあ真ん中でいいでしょ。これ前だったらもう多分タワー3000とかいってるんですよ。そうボコボコにいかれてたんですけど、今回はいいっすね。でクエイク、あーじゃあこっちにね打ってくれたらの。さあじゃあ置こう。いやなんだこの試合キモすぎる試合してる。いやこれがね僕マジで車をしてて一番楽しいかもしんないことに気づいた。よしさあでまあ両サイ置いとくのがいいですね。で両サイにもミラークエイク使わせてみたいな、知らんけど。で形組んでくるともう結構なピンチ。ホバリング欲しくなっちゃうっすね僕。うーんまあこれおとなしくエリババミラーとかも正解かもしんないですね。エリババ使って逆サイロージェ来てほしいななんて思いながらの、まあ来てくれないんでね。まあでもこのままじりじりやってると多分僕が負けるんですよね。そう。いやーで五分小屋はマジであんま置いても得ないから、出すならあれっすね、オーブンの方がいいかもね。まあこれは別になんなら巨石の爆破から逃げてくれる。みんななんもないでしょ。え、これさ、天才なことしていいですか？これで、締めだ！トリトン。ああ、もうじゃあ、気をつけ出せない時点で、あなたは終わり。ああ、めっちゃザッピー出すやん。いや、でもコストがない、コストがない、コストがない。あれ？これ終わるんじゃない？さあ、ホバリング、ジンジンゲーミング。さあ、こやこやでクエイクミラーに勝てます。そんなことある？さあいいね。いや楽しいね。中国産のウレクさんお願いします。独特だな。ウレクってなんだ、うん、ウッディ、枯渇の香りがしません。さあ一旦小屋置いていこうかな。いやマジで五分小屋はね別にそんな強くないんですよね。うんまあなんか陸受け系にはなる。でなんかよくコメントとかであるのはそのどこに置いたらいいですかっていうのがねちょいちょいあるんですよ。その五分川等分どっちが前でどっちが後ろの方がいいですかっていうのはあるんですけど、答えます。これはね結構そのなんだろう、いやーこれ早ぶっちゃうか、相手によるんですけど、基本的には五分川が前でオーブンが後ろかな。五分小屋が前の時の理由としては、単純に相手のまあジャイプリンスとか、まあミニペとか、まあやっぱ五分小屋ってヤリゴブリンが出てくれるんで、相手のプリンス、ダックプリ、エリババとかの、まあとりあえず陸受けとしてなってくれるんですよ。そう、陸受けがやっぱこっから出てくれると、相手のこうね、ユニット受けてくれるっていうので、まあそういう陸関係の相手には、五分小屋が前の方がいいです。ただし、五分小屋が後ろの方がいい時もあって、それは相手がスケルトンラッシュの時ですね。このヤリゴブリンはスケラに対して優秀なんで、相手がスケラの時は、小屋後ろ、まあ、スケル打ってくるサイド、はい、もう並べとけばねヤリゴブリンの小屋だけで守れちゃうぐらい、はい、優秀です。であとは
相手がなんだ、ラバの時ですね。ラバの時も、ラバの時悩むな。でもやりゴブ結構下に置いちゃうっすね。やっぱ溜まるんで。そう、やりゴブに溜まって相手きつくなっていくみたいなイメージがあるんで、まあ結構相手に寄り切りみたいなところはあります。で、それ以外はまあ、ぶっちが本当適当でいいんじゃないですか。置いときは。置いときはなんとかなるっすよ。で、これも、片サイドだけ行くと多分ロキ削りされちゃうんで、相手もなんかこれ同じっすね。なんか、名前が違うだけで、ね、同じようなもう、小屋小屋デッキしてる。建築デッキしてる。さあ、マジ、圧着嫌だな。ロケなのかファイブなのかもちょっと知りたいっすよね。よいしょ。最悪ファイブミラー。よいしょ。いやー、ナイスオーバー頑張ってる。ナイスオーバー。いやー、めっちゃ頑張ってる。よく耐えたな。で、まあ、ファイブ打ってこない時点でロケで、クエ、あれがあったんだよな。デリバリーがあるんで、もうロケすらない。ロケすらないはないか。多分、LSP とか、ね、氷系のスピリットの枠が、そうなってるだけだと思うんですよね。あ、いや、あるな。いや、ってことは、ロキがない。いや、ロキがないなんてことあんの？これでロキ来るよな。あ、来るよな、さすがに。そりゃそうだ。まあ、ロキがないはないですね。なんで、まあ、基本左下にね、置いていきたいですね。小屋関係。うざいよ、これ。もう。うざさだけが取り柄です。いや、マジで。いや、同じなんだよな、でも。知ってることが。ね。これ、バカおもろくない？やばい。ロケ削りで行かれる。ヤンキータイム。圧着がいなくて、みたいな。あ、デリバリーやんのか。これ。えぐいっすね。デリバリーやるのやばいわ。さあ、まあ、大砲デリ、あ、でも入る。熱い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 。よいしょ。いや、ワンチャンを、掴みたい。20秒。反対に圧着位使え。デリ使う。ワンチャン？ワンチャン対？エリババミラ？いやー、そんな時間はねえか？おい、こやこや対決敗北しましたね。まあ、これ、しょうがねえみたいなとこあるっすよね。はい。俺のファイブがロケットだったら、まあ、ロケット削りでワンチャン負けたかなっていうので、さあまあ、こういうこともありますね。いや、マジお願い。建築以外。建築以外にして。建築はきついですね。よいしょ。さあ、建築していこう。オーブン！いや、マジでオーブンミラーの火力が高すぎてね。でも一度やると皆さんこれ、ドブ沼ハマるんでね。気をつけてください。さあ、16一旦置いていこう。あと壊れた時のこのね、が強いよね。わー、なんかすごい攻めが来た。特殊だな。もう槍ゴブリンに頑張っていただきたい。頑張っていただきたい。いやー、ドミノされてる。痛い。いい、スケだ。さあ、耐えていく。で、僕はこうね、頑張って守ってる間に、16のオーブンもね、働いてくれてるんで、まあ今回ベビーと、まあ、ボーラバルーンで、普通にランバーのバルーンフリーズかな。そうだから、まあ基本的に真ん中に小屋を置いた方がいいですね。そしたらバルーン釣れるんで、そう、小屋からの、まあバルーン来たサイドにね、小屋立てて、小屋立てて、しとくと、まあなんとかなるかな、っちゅう。まあ一旦オーブン立てとく？いやー、どうしようかな。これ、まあ、警戒で一旦ホバからでもいいな。よいしょ。さあ、トルネードで処理してくる。まあ、一旦じゃあ、置こうか。で、ここ来ても、
ゴブグアミラーとファイボでランバーバルーン抑えられるんですよね。さあ来た。でスケでちょっとゴブグア延命してあげたいね。でこの間にある程度やばい、あの俺コストがね、痛い一発にしろよお前。あー二発早くなってる。こうなるともうなんなら強化ですからねバルーン。痛い。今のが2倍タイムだとファイボ間に合ってたんで、まあそこちょっと僕はちょっとね、はい、計算できないのが悪いですね。で、まあちょっと嫌なのは、ベビドラですね。このベビちゃんが、結構厄介。まあ小屋は基本右に置いといた方がいいんですけども、まあ。さあ、左に、まあホバーと、なんかファイボとあればね、ぶっちゃけ守れると思うんですけどね。一旦ゴブゴにね、釣られてもらったら、その後オーブにも行くんでね、あんた。さあ、パーン！芝ファイボンに見せかけて、全然いい。もう、なあ、あ、やばい。それがいい。いけ。ああ、もう、気づけば相手のターン300っす。小屋置いてたら相手のターン300っす、皆さん。はい。なんで、もうこれは小屋置いて、勝ちかな。バルーン来てもらって、やばい、これはちょっとしっかり守っていこう。もう一個声置いた方がいいかな。もう一個か、こっち来てくれ、お願い。 OKOKOK。 さあ建築して、これもファイボーミラー圏内っていうか、まあウッドファイボー圏内なので、ギターの建築してちゃんと回して、はい、丁寧ね。さあ、もう対空ユニットはないんですけどね。対空施設はね、小屋はあるんでね。しっかり小屋建てて、戦っていきましょうとなりそう。さあ、ということで、こちらね、進化系の小屋小屋ミラーです。ぜひ皆さんもやってみてね。チャンネル登録もね、お願いしますと。お疲れ様でした。またね。